で、モンテプンクだけど、待てよ。うん。エルスエーニョと交渉する前に、モンテプンクの武器とか回収しないと。回収してなかったのか。してない。まだ行ってない地域だから。ああ、そっか、そうだね。モンテプンク。なんかある？映ったらちょっとアイコンよろしく。ああ、オッケー、オッケー。微妙にカルテルいる。ここだけじゃな、武器情報が分かんない。いたいたお、いたいたいお、お？たいた。は？お、ユニカス何湧いてんだユニよ。ナット今目の前で湧いたけど。いやどうも。カルテルについて何かあしら。いやどうも。あれ？カルテルについて何か知ら二度ない。聞けたんだけど。奴らがどこにいるかとか。グラシアス。武器わかる？多分分かった。いや。分かったぜ。よし。なんかずるいな。よっしゃ、あ、これもしかしてタイミング合わせたら何？そういう？そういう、あれ？一人から何回でも聞けるあれ。俺なら操縦でできる。4人で行ったらもう完璧じゃん。同じ人に何回尋ねちゃう？ふふふ。OK、スナイパーライフル。L115A3。砂か。命中精度があ、で高いっも。ていう砂だわ。あ、そういう感じ。ダメージはちょっと今一つ。絶対に狙撃するの。ちょっとここのら辺辺。で、この辺で降ろそう。あれ、武器周り敵いないけど。取ってバイバイだな。取ってバイバイだわ。え、これエルヤヨの共同住宅なの？あ、名前ケースががあるぞ。ついてるだけか。え？え？なんでお前死なないんだよ。なんで死んでんだよ。感謝するじゃおねかしい、おかしいだろ。まったく。え。あった。よいしあ、スナイパーコンプリート。ょ。おお。パック型。お次あ、これ。は、これ。あれ？ヘイ、どこに湧いた？結構上の方。で、そうだ。大事なことを言ってなかったんだけど、ゴーストリコンって、マルチエンドなんだよね。すごい大事なことだ。そう。で、ただし、最初のエンディングは、何を、道中で何をしようと、絶対に同じエンディングになるんだよね。で、もう一度そのミッションを挑戦することができるんだけど、その時に、見た情報が正しければ、全ての勢力を全滅させている上で、もう一度エンディングを見ると、エンディングが変化するらしいんだよね。なるほど。だから、この勢力を根っから全て潰すということを、ほう。時間かけてやってたわけだけど。じゃあ2回エンディング見る。そうそうそう、二待度エて、ンディング。武器ケースがあるぞ。よし、食それ料も物資物資はいらねえよな。いらないや。もういらねえ。もういらない。え、EXPS3 サイトだってこれ。なんかかっこいいな。ご苦労様です。おし、ああ、ここ下にもあるんだ。デジタルスコープだって。へえ、強いや、そう。ちょうどいい。このヘリで行っちゃおう。もうこれで行くか。我々にもう物資は必要ない。あれも物資じゃない。あれも？そんなもの知らない。目的地よっ、を見失った。こ輸れか。送機を発見。ここだ。大量の荷や物べ、を見積つかんだ。る。エヴァセーをフ。反乱軍の役に立つはずだ。隊長を確認。新たな敵を発見。よし。じゃあやるぞ。
もうやっちゃおう。おう、てててててなんだろうこの急坂な滑走路は。本当の。いていていて、ねえねえ。ちょっと待て。いるじゃねえか。パンチ。はい。デジタルスコープ。つけてみよう。すごい、さっき乗り捨てた飛行機。まだ飛行機じゃない、ヘリコプター。まだ生きてるっぽいけど。マジかよ。そんなものは知れない。これコンペンセイター V2 サプレッサーの代わりにつけちゃうやつだから確実に使わないけど、うん、じゃあこれもオイルも乗り捨ててこう。すげえ。おお、デジタルスコープちょっとかっこいい。デジタルって名のついてるからね。あのレインボーの英国がかっこよくなった感じ。ああてか今の滑走路絶対危ないよ今。本当よな。ちょっとヒヤッとしたもん。しかもこの物資9キロ先だし。あ、降りちゃう降りちゃう。その通り。ジョーン。武器まっしぐら。よし、パラシュートを引け。やべ。敵の中心まっしぐらだこれ。何してんの。いてぇ。いてててて。猫まっしぐら、わら。副官逃げてるぞ。知らない、そんなやつ。わ、しかも、まあまあ強い兵士がいる。痛い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 。どっから撃ってんの。後ろにいたの。いるやん。いた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 。偵察出そう。あと真横にスナイパー。反乱軍にこのエリアの。危ない危ない。ここはフラグ。フラグだ。あのスナイパーよし。よし、やった。回収しちゃおう。お、大退却。おい。で、お次は、エルスエーニョのミッションの地点に一つ、うん、とフォアグリップ V4 ともう一つで全部コンプ。オッケー。そのエルスエーニョから直々にお話ししようよって無線が入ったのはいいけど、2箇所、うん、本当にこっち来ていいのかな。え2箇所あるっていうのは気になるな。まあ確かにね。まあいっか。よし、警報がある。敵グループを発見。反乱軍にエリアの偵察をする。5人目のターゲットがいる。ここには警報があるぞ。警報があるならどっかに電源装置は。まあいいや、警報壊しちゃおう。間違った、これ回復。どうだと。何してんの。EM 警戒されてる。そりゃね、警報に向かってメディック発動する人なんて普通はいない。まだハヤトコ警報壊しちゃおう。おう。
ん、あ、もうこれ壊れてんの。なんだ。あいつは終わりだ。確かめてみよう。あ、いや、壊れてる。なんか来てる。あ、電源装置あった。壊しとこう。クソったれ。あとは人数を減らしていけ。防止された。クソ、どうなってんだ。ターゲット排除。あんな高いとこから、あの高いところからアキンボでこっち撃つってのは厳しいんじゃないか。武器ケースがあるぞ。本当よ。ゲット。あ、V4 グラップ、グラップじゃない、 V4 グリップなら。このデジタルスコープだっけ、どれだっけ。うん、デジタルスコープ結構いい。つけてみよう。 しかも倍率変えれる。で、めっちゃ見やすいぞこれ。 V4 グリップ。なんか来てる来てる。どれどれ。おお、あ、ほんとだ、倍率変わる。まあ車相手にはもちろんこれだが。オッケー、ドーン。じゃあ次スエーニョのところ通過して奥のパーツケース取りに行こう。オッケー、任せろ。この真下だ、スエーニョがいる。いや、いるかは分かんないけど、提案されたのは。そんななんか、もうちょっと豪華な場所でもいいんじゃない。豪華な場所。ここだ。何、今の場所ユニカスっぽいな。やだ。ここはあれ、ここはここはなんだ、言ってザル。え、ていうか誰もいない。なんだそれ、物資いっぱいある。ここに武器ケースがあるぞ。さあ、物資いっぱいある。なんだここ一体。ボーナスゾーン。何にしてはしょうがないな、こんな北端に。じゃあ行くか。エルスエーニョが会いたがってる。ヘリで行くのちょっとよそう。車で行こう。ああ、殺そうとしてるのか。どっちにしても油断しないで、うん、こんだけさ、ボーマンがさ、油断しないでって言ってんだからさ、ヘリでバーンとワイルドに行ったらそれこそもうゴーストじゃ、最後までもうゴーストじゃない。突撃になってしまう。最後は真面目に、最後は真面目にスエーニョを暗殺するっていうことかもしんないし、動画が。さて、待ち伏せされてそう。絶対されてるでしょ。そんなね、だってスエーニョがさ、お話しようよなんて、そんなドナルドなことを言うことないでしょ。ファルテルの大規模な基地だ。僕と契約して。電話だ。待って、いいじゃない。何これ。探すぞ。電話鳴ってるよ。誰もいないな。電話で交渉しようと。ちょっとその前に回収。何これ。待て、武器ケースがあるぞ。待て、先に回収。ああ、そうだね。もう受話器取らないから止めてもらってもいいよ。強そう。ちょっとこのアサルト強そうだな。ゲット。ナイフだ。使ってみるか。ちょっとこれに変えたい。これでもう全て取った、アサルトライフルマニア だね。今取ったのって RGB だっけ。うん、でこれ鳴ってるけど、これスマホ。スマホ取るか。
もしもし。ご機嫌よう諸君。エルセイユだ。ようやく話ができて嬉しい。念と向かって話せると思ってたんだけどな。遅れるなんて言うなよ。言い訳をして申し訳ないが、我々の仕事には用心深さが求められる。だが嘘はついていない。君たちの周辺にはシカリオもユミだともいない。話がしたいだけだ。場所を教えろ。話はそれからだ。私は流す必要のない血が流れるのを止めたいだけだ。私のビジネスにもボリビアにも悪影響を及ぼす。何十年も立ち直ろうともがいている国だ。また蹴落とすような真似はやめてくれ。国をおもちゃにしてやりたい放題やってる奴がよく言う。何か有意義な話はないのか。そこに車を4台用意した。契約金だと思って受け取ってくれ。もう一度言ってくれ。引き違いかもしれない。俺たちを雇いたいのか。世界でも有数の戦闘力を持つ要人だ。雇いたいに決まっている。君たちは日夜国のために命を懸けているのに報酬は微々たるものだ。その力を私のために、サンタブランカのために使ってくれるなら想像を絶する大金を約束しよう。悪いが丁重にお断りさせてもらう。俺たちがここに来たのはお前を消すためだ。お前がここにいないとしても死ぬのが少し先になったに過ぎない。だがそろそろお別れの準備をしておいた方がいいぞ。お前を見つけ出して消し炭にしてやる。そうか。それでは楽しみにしていよう。勧誘されたよ。ここの車4台をあげるから部下にならないって。だってちょっと俺見たことないタイプで。俺たちは無事だ。スエーニョから魅力的なオファーがあったけどな。儲け話受けたの。待遇がいまいちだったから殺すと言っておいた。まだ当分はあんたの世話に。待遇がいまいち。またね。さすが拒否した。スエーニョも2段階あるんだ。いやでもなるほど、悪い車ではないと思うよ。うん、でもめっちゃ高級車じゃん。うん、高級車。4人って言ってたけど俺ら2人だけどな。あ、でもちょっと挙動が重い。まあ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 。C4 設置完了。まあ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 。手帳にお断り。手帳にお断り。ひでえ。C4 設置したい。はい、丁重にお断りさせていただきます。ということは、こっちも行くことになるんだ、これ。パック語りによると、アンライ軍の一人が、エルスエーニョの居場所を突き止めたかもしれないそうよ。外多いな。直接行って情報を聞き出して。ブラボーか、モンティオック。行こう。到着。ちょっと勢力図を、念のために。エルスエーニョね。うん、一つ気になったのがさ、そのサンタブランカカルテルへの妨害ってなってて、うん、まあ護衛、密輸、プロパガンダ、生産、それぞれ何パーセントとかってなってるんだけど、うん、密輸だけ 100% 関数として 115% になってるのがなんか気になるんだけど。何それ。なんでだ。まあいいや。オートバイに乗る。まあ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 、行くぞ。どこだあれ。1キロオートバイ。バイ。あ、この合流地点って結構前に見た、うん、墓場。墓場共同墓地で末女くんいないけど。あ、合流地点がここは。へえ、そのうち来るのか。どうだろう、情報を聞くだけかもしれない。それともスエニョもこの中ですよっていうブラックジョークでも。ここが合流地点だ。何かおかしい。行くぞ。死んでるけど。あ、誰この人。死体の身元。反乱軍のリーダーアマルの死体だ。カルテルから助けてやったのにな。パックに電話してるが繋がらない。マックたちがカルテルと戦ったのか、それで逃げたのか。ここで争いがあったとは考えにくい。ボーマンに電話する。パックから連絡があったかもしれない。ボーマン、問題発生だ。パックと合流することになった。パックと今どこなの。聞いてくれ。合流場所でアバルの死体を見つけた。そっちに連絡は行ってないか。パック語りなら私とプカラにいるわ。ボーマン、ボーマン、
おや一体何が起きてるんだ。わからない。ボーマンのところへ急ぐぞ。CIA 局員をこんな風に言うとは思わなかったが、奴らがボーマンに危害を加えたらこの国ごと燃やして報復してやる。まあ同感だ。ボーマンはパックといると言ってた。その後電話が切れた。衛星に問題があったのかもしれない。パックが裏切ったのかもしれない。ウィーバー、フカラでボーマンがいた場所を特定できるか。了解。パックが裏切った？そんなバカな。何度でもヘリ呼んでくれたのに。ヘリ呼んでくれたのに。ヘリ呼んでくれたのに。腐るほどの。バイク乗れバイク。行くぞ。行け。おー。おーおーおーおお。結構距離が。これなら道無視していけるからすぐに着く。危ねえ。おー。バイクな。と危ねえ。危な危な危な。よし。モトクロスかな。クソ危ねえ。なに？パックもしかして。いや俺最初からエルスエーニョとグルだったんだ、もしくは雇われたんだっていう気持ち。金に目がくらんだ。俺ら車燃やしてやったのに。丁重にお断りしたからに。ちゃんと司法ペタペタして。5万5万。インタラクト。ボーマン、パック語りよ。どうした？裏切られた。こんばんは。おとりにされたの。何のおとりだ？スエーニョの居所をつかんだのよ。ボビオに向かって合流する。ノマド、分かってるわよね。なあ、カタリも反乱軍も味方じゃなくなった。やべえな。ここに来て。反乱軍敵になる。バイ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 。いやまあちょいちょいちょっと邪魔くせになってます。いや確かに引いてくるし、車でステルス行動しようとしたら邪魔してくるし。パックはわけわかんないところにヘリ落とすし。